こんにちは、ミネと申します。今回は上半期に飲み干したウイスキーをご紹介していきます。最初に申し上げておくと、この半年間でボトル丸々1本飲んだというものもありますが、途中まで飲んでて半分以下だったりとか瓶底のものも飲み切って整理したという感じも含まれますので、その点ご注意ください。ではね、ご紹介していきます。でまず1本目がガブーリンの16年ですね。で、私がウイスキーにハマったきっかけの1本です。ピート、ヨード、重厚感を感じて飲み応えのある1本です。昨年2023年ぐらいまでは入手困難な時期がありましたが、今は回復しつつあるんじゃないかなと思いますね。お値段もね、その分1万3000円ぐらいとね、高くなってしまいましたが、ぜひ飲んでほしい1本ですね。続いて2本目が、キルホーマン・マキアーベです。こちらもですね、ピートとヨードをしっかり効いていてめちゃめちゃうまいですね。若めなのでフレッシュな感じありますが、これから暑い季節にはですね、ハイボールがぴったりかと思います。1年前とかに買った時はね、4000円台で買えていたんですが、今は6000円くらいしますね。ちょっと手を出しにくい価格帯かとは思いますが、おすすめの1本です。続いて3本目がアードベック10です。ストレート、ロック、ハイボール、どの飲み方でも美味しい1本ですね。相場としては6000円ぐらいかなと思うんですが、たまにですね、セールで5000円くらいで買えるところもあったりしますので、そういう安売りしてるところを見かけたらですね、購入してみようと思います。続いて4本目がアードベックのウィービースティーです。続いてもですね、アイラ系の1本ですが、こちらアードベックの5年ですね。飲み方としてはハイボールがおすすめです。10よりも荒々しいスモーキーさを感じることができるかと思います。ただですね、10との価格差が500円とか1000円ぐらいなので、次買うかって言われたら、10を買うかなという感じですね。続いて5本目がラフロイグの10年です。こちらもですね、ストレート、ロック、ハイボール、どの飲み方でも美味しい1本ですね。買った時は5000円台後半ぐらいだったかと思いますが、今は7000円くらいするので、こちらも手を出しにくくなったなというふうに思います。で6本目です。ビッグピートウイスキーラバーズ名古屋限定のボトルです。アイラのブレンデッドボルトですね。ウイスキーラバーズ名古屋限定の1本となっていますので、おそらく配分とかね、通常のビッグピートとは少し異なるかと思います。通常のビッグピートもそうなのですが、見てほしいのはこの色合いですね。このね、薄い色をしているかと思います。で、こういう色のハイボールはね、めちゃめちゃうまいです。通常のビッグピートであれば、5000前後くらいで今買えるかなと思いますので、若干高いといえば高いんですけれども、スモーキーなハイボール要因として1本持っておくのがいいんじゃないかなと思います。続いて7本目がタリスカー10年です。ハイボールの定番というような1本ですね。スモーキーさはもちろんですが、若干ヨードっぽさもあるかなというふうに思います。上飲してるボトルなので、また買ってくると思います。続いて8本目がデュアーズ12年です。こちらは9ボトルではありますが、デュアーズ12年飲み切りました。冷泉感などがあって美味しかったですね。ストレートでも美味しいのですが、ハイボールと水割りが特に良かったかなと思います。新ボトルよりも9ボトルの方が味わいとしては好みでしたので、9ボトルも1本ぐらい欲しかったなという感じでした。続いて9本目がデュアーズのポルトガルスムースです。こちらポートワインカスクですね。ポートワインはですね、シェリーと同じ酒精強化ワインの類ですので、シェリー系はね、あまりハイボールに合わないウイスキーが多いんですが、これがめちゃめちゃ美味しくて甘いハイボールに仕上がります。甘いハイボールって少ないと思うので、貴重な一本だったなと思います。もうね、入手が難しいというのが悲しいところですね。続いて10本目が、バランタインファイネストです。コスパには優れてる一本かなと思います。改善した手はアルコールアタックが強いかなと思いまして、改善して1年は経ってないかと思いますが、飲み切る直前が良かったなというふうに思いましたね。コスパはいいけど、タイムパフォーマンスといいますか、タイパは悪いのかなと感じました。続いて11本目がジョニーウォーカーのレッドラベルです。改善した手は美味しくて、1000円ちょいでこの味ならもうこれでいいじゃんと思っていたんですが、後半になってね、半年とか1年ぐらい経って飲んでみると抜けちゃった感がちょっとありましたね。これはもう改善したら早めに飲んだ方がいいんじゃないかと思います。続いて12本目がキャンベルタウンジャーニーですね。キャンベルタウン系のブレンデッドモルトですね。
キャメルタンにはスプリングバンク、キルケランを作っているグレンガイル、グレンスコシア蒸留所、この3つの蒸留所しかないので、まあ、ブレンデッドなので最低2つは混ざっているということで、少なくとも人気の蒸留所の原酒が入っているというわけですね。で、噂ではスプリングバンクとグレンスコシアらしいですね。キャンベルタン系の塩っぽさの特徴が出てるかなと思います。で、こちらもすっかり入手困難になってしまいましたね。まあ、たまに山屋さんなどで見かける時もありますので、キャンベルタン系を飲んでことがないって方にはおすすめです。続いて13本目がグレングラントアルボラリスです。こちらもハイボールの定番の1本ですね。私が買った時は2000円台前半で買うことができていましたが、今は2000円台の後半とか3000円台で販売されているところも見かけます。まあ、となってくるとグレングラント10年が3000円台前半とかなので、まあ、プラス500円とか出せばね、10年が買えるとなると、まあ10年買うかなというふうには思いますね。コスパという意味では悪くなったかもしれませんが、美味しいは美味しいと思いますので、まだ飲んだことがないという方はボトルを買ってみてもいいんじゃないかと思います。続いて14本目がグレンフィディック12円です。こちらはハーフボトルとなっています。こちらも定番の1本かと思いますね。ハイボールで飲むと青リンゴの感じることができて美味しいと思います。個人的にはですね、富士のシングルモルトも青リンゴを感じてグレンフィニックっぽさがあると思ってて、まあ、似てるんじゃないかなと思っています。サントリー系のボトルはですね、ハーフボトルとかありますので、まあ、フル飲めきれないかなとか、ちょっと高いなと思ってる方はこうハーフボトルで試すのもいいんじゃないかと思います。続いて15本目がバスカーのシングルグレーンです。バスカーはやっぱり緑が一番かなと思いますが、まあ、グレーンも美味しかったですね。バニラとかのこうグレーンウイスキーの要素をですね、手軽に感じられるので重宝していましたが、飲み切っちゃいましたし、まあ、リニューアルするのかっていうところで、なんか今はもう買えない状態になってますので、ちょっとな、もう一本欲しかったなという感じですね。16本目です。白角ですね。2022年の夏にですね、限定販売されました白角飲み切りました。まあ、ほんのりバニラとか蜂蜜感のある爽やかな味わいだったかと思います。まあ、だし系の料理とね、すごい相性がいいと思ってますので、ほんと食中酒として最適な一本だったと思います。ハイボールも美味しいんですが、これ水割りもね、うまいんですよね。ボトルをですね、これから購入しようとすると、まあ、転売価格というか、まあ、プレミア価格みたいなのでね、1本6000円とかそれ以上で販売されていますので、まあぜひ試してくださいとはね、あまりお勧めしにくいのですが、公式といいますか、サントリーのね、直接で白角の水割り缶が売ってますので、まあ、こちらでね、試してみるのが良いんではないでしょうか。私はですね、まだボトルのストックがありますので、まだまだ白角を楽しめそうです。続いて17本目がサントリーオールです。じゃあロックで飲まれる方が多いのかなと思いますが、まあ、ロックも当然美味しいんですけれども、個人的には水割りが優秀だと思いますね。余裕があれば前割りするのもいいと思いますし、まあ、前割りしなくてもね、十分に美味しいですね。で、炭酸水を冷やし忘れた時とかによく飲んでいましたね。続いて18本目はサントリーロイヤルですね。こちらスリムボトルですね。でロイヤルもですね、水割り優秀なんですね。ハイボールも地味に美味しいですし、ストレートもいいんですけれども、やっぱり水割りで飲むことが多かったですね。続いて19本目がヨイチ蒸留所限定ボトルです。ヨイチ蒸留所の、まあ、限定、まあ、ブレンデッドですね。美味しかったですね。まあ、塩っぽさとかあって、ヨイチっぽさも多少感じられたかなというふうに思います。8月には北海道ウイスキー&スピリッツフェスが開催され、まあ、こちらに参加する予定ですし、これと合わせてね、ヨイチ蒸留所にも行ってこようと思いますので、またね、買ってこようと思います。続いて20本目がスーパーニッカですね。一応宮城郷蒸留所限定ラベルとなってますが、中身は普通のスーパーニッカですね。で、こちらも水割りが美味しかったですね。続いて21本目がこちらのピュアモルトブラックです。こちらはですね、スモーキーで、まあ、ハイボールにするとめちゃめちゃ美味しかったですね。まあ、夜市か宮城郷蒸留所限定販売ですし、まあ、蒸留所に行っても販売されていないタイミングもありますので、まあ、入手難易度は高いのですが、まあ、見かけたら購入して飲んでみてください。続いて22本目がイチローズモルトのホワイトラベルです。こちらもね、水割りが美味しいんですよね。もちろんハイボールでも美味しいですね。あとはお湯割りも良かったので、どんな飲み方しても良かったなという印象ですね。まあ、最近は普通に購入することができるかと思いますし、やっぱり4000円台というね、結構コスパにも優れてるかなと思いますので、また買ってこようと思います。
続いて23本目がこちらのブレンデッド M です。バナナのニュアンスがあると言われています。ブレンデッド M ですが、まあ、最初は言われてみればバナナかなという感じでしたが、まあ、時間を経つとですねバナナのニュアンスをはっきりと感じるようになりました。まあ、ちょっとね時間かけて飲んであげるのがいいんじゃないかなと思います。続いて24本目がシングルモルトのカノスケです。こちらねハイボールが美味しかったですね。海鮮したてはね最強に美味しかったんですけど、時間が経つにつれて私の苦手とする昆布感が若干ね出てきてしまってたかなと思いますね。まあ、1万円ぐらいするので大切に飲みたくはありますが、まあ、飲むなら海鮮にしてね即飲み切っちゃうっていう感じが良いかなと思います。続いて25本目がまさかの&4です。結構モルティーな一本だったかなと思いますね。儚い感じかなと思いますので、味わいとしての分かりやすさとか特徴的でないというところがねちょっと難しい一本だったかなとは思いました。ストレートで飲むかと言われたら違うと思いますし、ロックも違うなと思いますし、ハイボールもね水割りもなんかちょっと違って、まあ、お湯割りが一番ピンときたかなというふうに思います。続いて26本目が10年目のノワールです。スモーキーさがあって美味しいですね。4000円ぐらいでスモーキーさを感じられるのでありっちゃありなんですけども、同じ価格帯だとフィンラガンとかアイリークのこう謎アイア系シングルモルトが買えるので、まあ、次買うかと言われたら微妙なところかなと思いますね。続いて27本目が10年目のセブンです。こちらが終売となって、まあ、ノワールに置き換わったという感じですね。セブンの方はですね、開けたてはこうアイラ系のヨード感があってよかったんですが、改善して1年ぐらい経ってから飲んでみると結構ヨード感が飛んじゃってたなっていう印象を受けました。でヨード感がなくなるとですね、ヨード感にこう隠されていた部分っていうのがよりはっきり出てきてですね、後半はですねニューボーンとかちょっとウォッカっぽいような印象を受けちゃいましたね。はい、まあもう買うことはできないのですが、まあ、最初は美味しかったなと思う一本でした。続いて28本目が10年目のハーフディケイドです。こちらも終売品で、まあ、さらにですね北陸エリア限定販売の一本でした。で北陸に行って買ったというわけではなくて、なぜか仙台の山屋さんで売っていましたので購入したという感じですね。こちらも開けたてはヨード感があってよかったのですが、まあ、後半はやっぱり飛んでしまってですね、まあまりいい印象は受けませんでしたね。まあ、10年目はこの3本ありますけれども、まあ、この中であればやっぱり海鮮したての A7 が一番美味しかったなという感じでございます。続いて29本目がコスモです。適度なスモーキーさもありつつリンゴっぽさもあってね美味しかったと思います。お値段が5000円と若干高めではありますが、ブレンデッドモルトという点ではですね納得感があるかとは思います。ただ5000円という価格帯は競合がたくさんいますので、次買うかと言われたらなかなか難しいなと思いますね。ということで上半期の間に全部で29本飲み干しました。ちなみに同じ期間上半期1月から6月までに購入したウイスキーの本数はというと、イベント限定のアマハガンなのですね、これミニボトルの1本というふうに数えますと、1月は12本、2月は10本、3月は8本、4月は7本、5月は6本、6月は7本購入しておりましたので、合計ですねちょうど50本を買っていまして、減ったのは29本ですので、まあ、21本増えたということでですね、まあ、それはちょっと置き場所にも困ってくるというわけですね。下半期もですね、まあ、どんどんウイスキー買っていこうかなと思いますけれども、まあ、消費質ですね、できればこう買う量よりも消費の量をですね増やしていきたいものですね。また年末か年明け頃になるかと思いますが、飲み干しましたらご紹介できればと思います。ということでご視聴ありがとうございました。おまけです。ウイスキー以外でも少し飲み干したものがありまして、1本目が6ジンです。サントリーのクラフトジンで4000円くらいするちょっといいジンですね。でフレーバーとしては桜とかお茶、山椒、柚子など入っていますので、まあ、食中酒に合わないことはないのですが、やっぱ主張は激しいのでお酒単体で飲むのがいいのかなと思いました。ジンはジントニックが有名ですけれども、トニックウォーターだと主張がぶつかり合うので、まあ、炭酸で割ってあげるジンソーダがいいのかなと思いました。で食中酒ならですね、もうちょっと安い水ジンというのがありますので、そちらの方がいいと思いますし、まあ、同じ価格帯のクラフトジンだと他にも、ね、結構ありますので、また購入するかとなると難しいかなと思いましたね。で2本目がこちらのフラミンゴオレンジですね。一升瓶です。
芋焼酎は臭くて苦手という、ね、方も多いかなと思いますが、こちらはライチとか柑橘系の味わいがするというですね、芋焼酎っぽくない人気のお酒となっています。食中酒としては少し主張が強いので、まあ、おつまみを選ぶ必要があるかなと思いますね。で、旨味強めのこう海鮮系と合わせるとか、まあ、やっぱりお酒単体で飲むのがいいんじゃないかなと思いますね。で、芋焼酎が苦手な方でもね、こちら飲めるんじゃないかと思いますので、おすすめです。まあ、これらを含めますと上半期でですね31本飲み終わったという感じですね。健康に気をつけつつですね、下半期もどんどん消費していこうと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。